最高。もうお前に寂しい思いはさせん。これからは家族みんなで幸せになるんだ。いや、元気でいてくれたならそれでいいんだけど。そのために俺はお前を一人残してでも探し求めたんだからな。あ、な、俺の妻をお前の母親になるべきふさわしい女性をな。4年も家を空けた理由がそれなの？勝手に決めたのは悪いと思っている。だが。いいよ、父さんが決めた人なら僕は反対なんてしないよ。たく、お前は物分かりが良すぎるぞ。やめてよ父さん。この子が真央くんなのね。はじめまして、有馬しおりです。今日からあなたの母親として一緒に生活することになりました。よろしくね真央くん。ちょっとしおりさん、どうして逃げるの？いや、それは私、真央くんに会えることをとても楽しみにしてたのよ。しおり、ま、そうじゃないんだ、僕は。ほら、ドキドキしてるのは私だって同じよ。ハートフルママン、ジ・アニメーション。あら、おはよう、真央くん。おはようございます。はじめさんはもう会社に行っちゃったわよ。うん、いただきます。お口に合わない？いや、そんなことはないよ。うまよかった。これからはママがうんと作ってあげるわね。女性が苦手？ああ、特に異性を意識した相手だとこの有様だ。真央は母親を亡くしてからは自分の気持ちを抑え込んで生きてきたんだ。母親を愛したい、愛されたいという当たり前の感情を押し殺して。かわいそうな真央くん、この子にはその思いを受け止める人が必要なのね。真央くんのことは私に任せていただけませんか？しかし、抑えつけてきた感情がいつ爆発するかわからん状態だ。少々危険かと思うが。私は真央くんをあなたの息子を一生愛し続けると決めました。それぐらいの覚悟はとっくにできてます。さすがは俺の女房だ。しおりさん。あら、ごめんなさい。あ、そうそう、真央くん今日はお休みだったらこの辺りを案内してほしいんだけど。うん、大丈夫だよ。よかった。それじゃあすぐに支度するわね。こんにちは、木の崎さん。あ、こんにちは、黒川さん。もう、二人だけの時は学生の頃みたいに前でいいですよ。でも、君にはもうご主人がいるわけだし。知ってますよ。お待たせ、真央くん。あら、どちら様？彼女は高校の後輩で、今は旦那さんと隣に住んでるんだ。あの、失礼ですが、先輩、木之崎さんとはどのような関係でしょうか？あら、ごめんなさい。私、この子の母親です。びっくりした。
先輩に年上の彼女ができたのかと思った。ちょっとしおりさん、くっつきすぎだよ。あら、ママが知らない町で迷子になっていいの？そういえば、まだアパートの共同風呂の説明をしてなかったよね。お風呂？まあ素敵、これなら家族みんなで入れそうね。いや、父さんと二人でどうぞ。もう、どうしてそんな意地悪言うの？私たちはもう家族なのよ。はい、はい、わかりましたわ。真央くん、はじめさん今日は遅くなるみたい。父さんも大変だな。だから、今日は二人でお風呂に入りましょうね。うん、いいよ。ってあんなに拒んでたのに、結局一緒に寝てくれるなんて。真央くん優しい。真央くん大好き。ぎゃあ、やっぱり。ああ、もう大の男が泣くな。俺が行けばいいんだな。何かあったんですか？実は会社でトラブルがあってな、今すぐ出張しなきゃならん。まあ、おそらく1ヶ月ほど帰ってこれないだろう。1ヶ月も？すまないが、魔王のこと頼んだぞ、しおり。ええ綺麗だよ、母さん。ねえ、魔王くん、あなたに伝えておかなきゃいけないことがあるの。僕に？ママね、お腹に赤ちゃんがいるの。え？それって僕の？さ、どうかしら。おめでとう、母さん。言葉だけじゃダメ、態度で示して。結婚式の日にパパより先にキスするなんて困った息子だわ。だって僕、父さんに負けないくらい母さんのことが大好きだから。